バティオは逃げたりしないから大丈夫なのだ。慌てる誰かはもらいなしない。だって1年ぶりにラルシニアのバティオの門が開くんだ。一番だって入りたいんだよ。てっきり相変わらずうるさい小ウサギだな。ああ、うさぎって言うな。自分だってウーサギのくせに。ピー、なんとでも言うがいいさ。どんなにラルシニアが頑張ったって祭りなんだ。喧嘩はやめておこう。それにしても楽しみだな。あの美しいダルシニアのパティオが見られるなんて。なんだと？トドバードの言う通りだよ。私だけじゃありませんよ。村中のみんなが1年間待ち込まれていたんですからね。そうだな。また今年もあのパティオでみんなが集まれるなんて。今年はどんな楽しいことが待っているんでしょうね。さあ、でも言えるのは絶対に誰の期待も裏切らないってことだ。そう、だってあのパティオは楽しみやろ。秘密の話だから。2月生命の振り道
くさんの種類の鉢植えが並んでいるのか。そして今は5月。この中で5月生まれは僕だよ、ナルシニア。ねえ、僕の誕生花は何？5月の誕生花はスズランよ、チョッキー。へえ、スズラン。それってどんなもの？小さくてとっても可愛いお花よ。やっぱりね。僕はチョッキー、誕生日は5月2日Yeah.
のパーティオは美しい。でもやっぱり俺様のパーティオにはかなわないな。なぜだか教えてやろうか。それは俺様が9月生まれだから。パーティオ祭りを知ってるかい。村一番のパーティオを決めるコンテスト。代々伝わる我が家の家訓。一番にならなきゃ意味がない。